仮面ライダー電王のメインヒロイン、花および小花。電ライナーに乗り、両太郎と共に悪のイマジンを追うメインヒロインであり、可憐な外形に反して、喧嘩ばかりの桃太郎空を力強くまとめ上げる女傑でもありました。白鳥ゆり子さんの急な降板により、途中から突然小花の姿になってしまうものの、その子供化もストーリーの重要な要素として生かされ、最終版での伏線回収には誰もが膝を打ったものでした。本編完結後の関連作品にも小花として登場し、ショートヘアへのイメチェンや、本編よりパワーアップした戦闘技能を披露しています。小花役の松本珠樹さんも現在は芸能活動から引退されていますが、2017年にはミス明治学院コンテストやトークショーへのサプライズ登場で大人っぽく成長した姿を見せてくれました。花役の白鳥ゆり子さんも2015年に秋山里奈さんのブログで元気な姿が報告されており、2017年発売のブルーレイでは10年越しのインタビューも話題になりました。私たちが忘れない限り彼女が本作に残した魅力は永遠ですね。